お願いします。イヤホンはあるあれ楽器ないのか。今日楽器ないです、 ないです、使わないです。皆さんこんばんは。音楽家のカサヤンとモデルシンガーはじめがお送りするカサヤンはじめの音楽喫茶、パーソナリティのカサヤンこと笠木亮介とはじめです。この番組では60年代以降の懐かしの名曲を中心にピックアップ、そして分析し、時には即興演奏を交えながら音楽創作のヒントを探ってまいります。ということで本日が7月26日金曜日、はいですね、夏休みですね。夏休み入りましたね。ちょっと夏休み意識して、ね、あ、それで被ってたんですね。麦わら帽子をなんで被ってたのか、被ってきたんですけど、うん、これ邪魔なんでもう終わりです。もう終わりです。最初だけどね、はい、麦わら帽子はね、暑いですね、はい、昨日と今日とね。そうですね、でもなんかまだ梅雨明けしてないんですって。うん、してないみたいですね、うん、九州地方、九州西側だけですね。西側だけ、うん、まあ、関東ももう来週ぐらいには梅雨明けするのかなと思います。それでは、今日の番組紹介をしていきたいんですが、この後楽曲を1曲お送りしまして、はい、また音楽分析ピックアップということで、今日の曲のタイトル私全く読めないんですが、はい、後ほどお送りします、はい、そして、先日行われました7月22日に川崎クラブチッタ、クラブチッタ川崎にて行われました川崎コレクションの報告会を、報告会、そうですね、反省会たっぷりを、はい、ファッションショーの反省会をお送り、はい、反省会はお送りしないかな、はい、お送りします。 そして最後に初めの今時のコーナーで、この夏気をつけたい日焼け止めの選び方をちょっと皆さんにお届けしたいなと思います、うん、では早速1曲お送りします。笠木亮介で七夕さん、どうぞ。当時これは録画したけど、ツイッターのライブ配信、あ、携帯調子悪いんだよねって、それか、それでやってないですね。理解しました。すごい、一人いないだけで全然広く感じますね。嘘こんな広かったっけみたいな。あ、ゲストがいないだけ。ゲストいないし、王子も暑いんじゃない。暑いのか。曲が終わったらジングルに入ってください。これで終わりです。お送りしましたのは笠木亮介で七夕さんでした。はい、
七夕の思い出何かありますか？七夕の思い出、まあでもあれですね、短冊にやっぱり願い事を書くじゃないですか。お金持ちになりたいとか、指が早く動くようになりたいとか、小中学校でやりますね、笹がどっかから誰か持ってきて学校にね置いてあって正規に購入した笹だと思うんですけど。あ、そうか、そうなんですね。はい、はい、懐かしいですね、はい、ちなみに今年七夕はやりましたか？今年は行事大事にするんですけどやりませんでしたね。来年過ぎちゃいましたね。はい、チャレンジしてください、はい、そうですね、はい、ということでここからは音楽分析ピックアップといたしまして、はい、今日の楽曲は何でしょうか？今日はですね、先に、はい、楽曲解説をして、うん、ファンの人は分かるかもみたいな感じでやってみようと。何の曲だこれはみたいな思います。で、はい、最後にタイトルを言って曲を聴いていただこうかなと。はい、で今日初めてですけどね、鍵盤がないんですね。あ、そうなんですね。そうなんです。毎月必ず鍵盤をね、そう4、5、6月とね持ってきてなんで今日持ってこなかったんですけど、夏休みですか？まあ夏休みもありますけどちょっとなんか喋りでいろいろやってみたいなっていうのと、まあ、でも鍵盤がないとすごいこう刀のない侍みたいな、うん、気持ちでちょっと不安なんですね。落ち着かない意外と落ち着かないな。あと広いなっていう、広いですね。そう、確かにね、今日ゲストもいらっしゃるので、はい、じゃあもう行きましょう。そうですね、はい、はい、なのでファンの方は分かるかもしれないんですが、はい、まずアルバムについてですね、1991年なので平成3年、6月17日リリースの FUCK と書いて、うん、間にいろいろ入ってるんですが、FUCK で現代が For Unlawful Carnal Knowledge という英語ですね。で訳詞はまあ調べたんですけどちょっとここでは言えないので、興味のある方は翻訳していただいて、はい、調べていただければ、はいはい、アルバムタイトルが FUCK の平成3年にリリースされた、はい、今日紹介する楽曲これなんだということ、なんだということですね、はい、第2のヒントは、はい、第2のヒントはですね、そう、このこれから流す曲っていうのはピアノがフィーチャーされてます。ピアノから始まるんですけれども、この FUCK のアルバムの中では珍しくですね、ピアノがフィーチャーされてるのはこの曲だけで、あとはギターとか普通にそっちのバンドのアレンジが多いですね、はい、はい、っていうのがまず2つ目のヒント、うん、はい、はい、でビルボード、有名なビルボードっていう日本でいうオリコンですね、ランキングがあるんですが、初登場で1位を獲得して、翌年にグラミー賞、ベストハードロックパフォーマンス部門を受賞して、このバンド初のグラミー賞となったということですね、うんうん、はい、さあ何のバンドか、まあ、ここで分かった方はかなりロックファンですね、ハードロックファン。ちなみに私は一切わかりません。そうですよね、もう今、まあ、謎の単語がたくさん出てきたなぐらいなんですが、ですよね、しかもお互い2歳とかですからね。あ、2歳ですね出た時ね、かろうじて私2歳です。そうですよね、うん、はい、まあ、このバンドはですね、はい、有名な、名前は有名かもしれないですけど、ヴァン・ヘイレンという、はい、アメリカのハードロックバンドの今お話だったんですけども、うん、1972年結成で、ずっと息が長いバンドですね。あ、まだ活動してる。そうですね、まだ活動していらっしゃって、ギターの、エドワード・ヴァン・ヘイレンって方がキーボードも弾くんですけど、今御年64歳、うん、でドラムのアレックス・ヴァン・ヘイレンという方がお兄さんですね、うん、66歳ドラム。兄弟のバンドなんですか？はい、そうですね、この兄弟はずっと最初からいて、ヴァン・ヘイレン兄弟、オランダ生まれのオランダ系アメリカ人なんですが、で最近すごいなと思ったのが、ベーシストがなんと息子さんですね、エドワード・ヴァン・ヘイレンの息子さん、ウォルフガング・ヴァン・ヘイレン。待って、ウォルフ、はい、ウォルフガングウォルフガングっていう名前もすごいなって思うし、はい、そうですね、兄弟の、あ、じゃあだから自分のお父さんとか、うん、おじさんと一緒にバンド組んでるってことですね、うん、そういうことです。息子さん、いや、よく喧嘩しない。そうですね、だし、そう、なんか絆が強いんだろうなっていう、家族バンドですね、はい、ウォルフガング、ちなみにそのエドワード、はい、お父さんエドワードさんがモルツァルトが尊敬していて、うん、ウォルフガングってつけた、ね、ああ、本当に、だから本当に、あえての名前を取っての強そうな名前ですね、ウォルフガング。そうですね、でもやってるのはベース、ベーシストです、ね、ベースか、はい、そうなんです、はい、音楽一家ですね、本当にね、
で、そうですね、ジャンプって曲はね有名なんですね。日本でも CM とか、あと木村拓哉さんが出てたドラマの主題歌とかで使われた曲なんですけど、うん、シンセサイザーがチャ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 。それ今日キーボードないのでもうちょっと真面目に歌ってもらっていいですか？いやいや今のでわかるでしょ、今ので今のでわかりますよね。はい、そうジャンプっていう曲があります。チャ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 。それでしばらく後に歌が始まる。はい。で、リーダーがさっき先ほど言ったギタリストのエドワード・ヴァンヘイレンさんで、ライトハンド奏法っていうギターの弾き方があるんですけど、それを広く普及させた方ですね。下の方じゃなくて上の指板っていうんですけど、指を押さえるところを直接こう指でこう弾くような感じで、音を聞くと結構、ちなみに真似するとどんな感じなんですか？真似しにくいけど、もうパキパキ言ってるような感じですね。パキパキ言ってます。そう、かっこいいですよ。ピッチカートみたいな感じ。そうですね、バイオリンで言えば弦を弾くような軽い音ですかね。そう、こうライトハンドっていうぐらいなんで、うんうん、そうすごくこういい耳鳴りのいい感じで早弾きができます。うん、はい、でなんとですね、全米で5650万枚以上 CD、 レコード CD が、売られていて、全世界で8000万枚以上ですね。うん、はい、アルバムセールスを記録。2007年にロックの殿堂入りと、これはビートルズとかポール・マッカートニーとかローリング・ストーンズとかたくさん入っているロックの殿堂入りというものがあるんですけど、そこに入っています。はい、では曲は何かと。はい、はい、これなんだ、これなんだですね。曲はね、実は最初ピアノから入るんですけど、最初にね8分9符が実はあるので、こう何拍子か分かんなかったりするんですね。それがまずかっこいい、うんっていうので選んだことと、去年先月ですね、ハードロック の、 コピー版を先輩ミュージシャン方と、初めてやったんですが、その時に演奏させてもらってすごくハマりまして、ナイス、はい、ザ・ナイス・スウェット、ザ・ナイス・スウェット、はい、そうですね、というコピー版を、コピー版ハードロック縛りの、はい、コピー版をやっ て、 て、はい、そこで演奏しました。でしばらく前奏がありまして、歌が入るんですけど、その前奏自体がもうかっこいい、入っても曲が入ってもかっこいい、うん、じゃあこれピアノスタートっていうことは、はい、そのコピー版で演奏した時の笠谷さんの8部9部からスタートした、そういうことですね。そのライブの演奏はどうだったんですか？ライブの演奏でも割とその曲をやっぱりみんなよく練習したのでうまくいってそう楽しく演奏しましたね。はいはい、ただ本当に演奏しない人からするとなんだっていう感じで始まるので、うん、気づいたらバンドが入るので、そこのなんだっていう感じを楽しんでいただけたらと思います。はい、はい、ではリスナーの皆さん考えていただけます、はい、かここで分かった方はもう、はい、ハードロックファンということで、はい、はい、では答え合わせと参りましょう。はい、では、曲に参りますね。ヴァンヘイレンで Right Now。取れない、うん、あ、表で取っちゃう、このバーンっていうのがね、もう全然取れない、うん、難しいんですよ。うんうんうんって思ってるうちにここまで来ちゃう。結構かっこいいんですよ。今2分押しなので、ここのトークはちょっと短くなります、うん、はい、ここを守ればいいですよね。そう、うん、ここまで来たらやっと分かる。これをこっちを向けたのは何でも、これを見て勝手にやれってこと。イエー、うん、兄弟は、うん、誰と誰でしたっけ？うん、エドワードとドラム、ギターとドラム。この時はまだ息子さん多分生まれてない、生まれてないかな、うん、さっきのギターのジャン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 はジャンプか、ジャンプ、
ジャンプは84年だから本当にテクノブームの時だから、シンセがロックなんだけどシンセいっぱい使われてた時代、うん、Y も3回の年だから、お送りしましたのはヴァン・ヘイレンでライトナウでした。はい、どうでしたか？8分9分分かんなかった。ずっと何秒した？5秒し、いや違う、5秒、いや違う、そうですね。そうで、あーってなってるうちに、バーンって入って、でまたピアノソロみたいな。よくやりましたねこれライブで。もう最初その半分の人が、はい、僕も含めて8分9分あるって知らなくて、楽譜にしてみて、そう楽譜作ってくださった人も分かってなくて、僕も知らなくて、その練習で発覚して、あ、裏なんだってなって、あ、じゃあ最初相当難しい楽譜ができましたね。そうですね。もうそう、それをもう見ないで、耳で覚えて、だからその最初のリハの時は本当1時間ぐらいそれを練習して、でしかもそのジャーンって入るとこも実はジャーン、一拍目にジャーンじゃなくてジャーンっていう入ってるんですね、あれ。あ、ドラムも、はい、ジャーンなのでよりわからない。すごいこうマゾなバンドかもしれない。難しいことをあえてやる。そうですね、そういうバンドですね。はい、ありがとうございます。はい、ではここからは、先日ですね、7月22日の月曜日に開催されました、はい、川崎コレクションドリームキングダムプレゼンツ川崎コレクションボリューム1が、はい、クラブチッタ川崎にて開催されました、うん、その反省会反省会というか、まあそうですね、はい、何があったの、まあ、クラブチッタといえば、まあ、川崎市で一番大きなライブハウス、はいはい、で、まあ、全国でもねかなりメジャーなライブハウスかなと思うんですけれども、うん、そこをドリームキングダムさんのお力をお借りしまして、なんとなんと、はい、借りまして、いやすごいですよね。大変でしたね。いや大変ですけど、ね、やっぱりやりがいがある、はい、イベントですね。その日、私は、まあ、ショー、ファッションショーのチーフとして、まあ、こまごまあれこれやらせていただきまして、で笠谷さんは、ブランドショーの BGM を即興生演奏で担当していただきました、はいはい、そのブランドさんが秋桜という日傘のブランドなんですが、ちょっとブランドさんご紹介しますね、はい、秋桜さんは日本の伝統の象徴である着物をアップサイクルした傘や扇子などを国内外に展開しています。で熟練の傘職人の手によって作られた、使う人の品格を上げ見る人の心を豊かにする美しい着物傘をご提案いただいております、うん、アップサイクルって分かりますか？いや初めて聞きましたね。リサイクルとはまた違う。あ、そうなんです、ね、惜しい。リサイクルっていうのは再利用なので、うん、それを例えば、何でしょう、作り変える、なんていうんだろう、もう一度使うとか、そうだね、作り変えるじゃないですね、もう一度使う、生まれ変わるような感じですね、リサイクル。そうですね、古紙再生とか、紙をまた紙にするんですよ、とか卵のパックをまた卵のパックとして使うとか、同じ、プラスチックを、まあ、プラスチックで使うとかなんですけど、うんうんうん、アップサイクルっていうのはまた全然違うものにしてしまう、でそれ昔のもの以上の価値を高めるという。あ、だからそうなんです。で今、ファッション業界でもファストファッションではなくてサスティナブルなものというのが流行っていて、まあ、ずっと持続可能なものが流行っていて、まあ、長く使えるとかっていうものが流行ってるんですね。でその、まあ、文化もあるんですけれども、秋桜さんは着物を例えば汚れてしまうと着られないとか、うん、こう大事な部分汚れてしまうと着られないとか、うん、袖を切ってしまったとか、そういう着物があるんですけれども、うん、あとはもうお家に眠ってるけどもう着ないとか、うん、そういったものを、ね、はい、日傘にアップサイクルすることによって、あ、まあ例えば娘さんは、私は着物着ないんだけれども、おばあちゃんがずっと持ってた着物があって、これを、まあ、片身の着物を着ないけど取っておいてもしょうがないから何かに作り変えたいって言った時に、秋桜の日傘にすると、うん、その着物の傘として、日傘として日常使いできる。ああ、いいですね、うん、いいです、それ、まあ、いろんな使い方が
あるんですね、うん、で今傘だけではなくて扇子だとかいろいろなものにアップサイクルしていて、うん、その着物としての価値を失ってしまったものだとか、うん、タンスの肥やしになっているものを新しい命を吹き込むということをやっています、うん、で傘の持ち手の部分にもこだわっていて、ブランドさん、ブランドの担当者さんが山に行って枝拾ってくるみたいな、もちろんちゃんと許可を得て、いやすごい、桜柄の着物には桜の枝をとか、うん、かなりこだわって作っている本当に素敵な傘です。はい、その秋桜さんの BGM を笠谷さんに担当していただきました。はい、はい、即興で、まあ、エレガンスなイメージでというふうにしか私伝えなかったんですけども、はい、発注いただいてそうですね、はい、エレガンスというと、あとは秋桜さんのその和傘の写真を拝見して、はいはい、まあ、日傘なんですけども、やはり雨がやっぱり傘とリンクしてたので、うん、はい、それが最初に浮かんだし、まあ、梅雨の時期だったので雨をイメージして、かなりその自分の作ったトラックの上に即興演奏をしてポロポロ弾いてますん で、うんうん、で一番盛り上がったところを今日ちょっと抜粋して、はい、切り取ってきたので、はい、15分ぐらいでしたっけ。そうですね、ショー自体は15分ぐらい、ちょっと長めにありました。 ね、うん、その中の後半の、うん、はい、はい、ものを聞いていただこうかな。では、はい、お聞きいただきましょう、はい、これタイトルはこれですか。はい、これでいいです、はいはい、ではちょっと進みます。どうしようかな。進行表、これジングルって書いてあるんですけど、ジングルカットしていいですか。はい、はい、では曲に参ります。はい、はい、ではお送りします。笠木亮介で秋桜の傘です。どうぞ。負けなかった、全然。そうね、まあでもここがそんなないから大丈夫ですか。ああ、そうですね、うん、この日本当にめっちゃ指動いてるトランス状態。楽しかったもんね。覚えてないし。覚えてます。覚えてる。全然あの周りを見ながらできたんで、客席は全然見えなかったけど暗くて、うん、まあでもこのポロポロ感がすごくキラキラした感じにもなってすごい良かった、ね、そうですね。感想とか特に聞いてない。うん、俺も言われてないです。聞かないと言われない。そうですね。まあそれはそうです。前例がないし。何分で演奏しましょう。あ、そっか。うん。夕飯もうちょっと。夕飯ぐらい。2分半ぐらいでお願いします。はい、そしたらじゃあ30秒巻いて。うん。ね、これなんかミスですね。ジングル謎のジングル。あ、そう、さっきこれも話もトークの後ジングル振りますって言ったんです。いらなかった。そうそうそう、ちゃんと見てなかった。うん、確かにエモいですね。エモいってピンとこないの。エモーショナル、感情、感傷的とか感情的、エモーショナル、ね、全部だってエモーショナルじゃない。世の中のもの全て。そう、違うの、特にそういうなってあるんですよ。それってなんか語彙力の低下じゃない。まあ低下ですよ、低下。すげーやばい、マジいい、うん、それと一緒、それと一緒。でもエモいっていう時はまた別です。そのいつもと違うねとか、そういう感じ、いつもと違って湧き上がってるねっていう時にエモい。いつもと違うってこと？うん、え？突っ込みますね、一つの言葉。いや、語彙力の低下です。語彙力の低下じゃない。やばい、マジ。豊かにしてます。超やばい。まあ、バンド言葉。お送りしましたのは笠木亮介で秋桜の傘でした。はい。ポロ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 っていうのが、私は雨というよりもこう。そうですね、日傘のイメージが、秋桜は日傘というイメージがとても強いので、うん、こう光が
傘に反射したりとか、うんうんうん、木漏れ日から降り注いでくるような印象を受けました。うん、そっち言って撮ってもらうといいかもしれないれ、はい、じゃあ雨の話はなかったこと。僕はもう傘と聞くとほらあの、うん、男なのでやっぱり日傘と縁がなかったので、うんうん、一気にその雨、ドビュッシーの雨の曲とかが出てきたので、はい、はい、ということですね、はい、ではここからは、はい、初めの今時いえあ, ありがとうございます。じゃあこのタイトルコール練習しようか。今ちょっと日傘のお話が出たんですけれども、はい、もう夏本番ということで日焼け止めについてちょっとお話ししたいなと思います。サクッと、はい、バッチリ私も絶賛日焼けしてるんですが日焼け止め普段使ってますか？いや僕は使ったことないですね、はい、では今日のお話はここまで嘘です嘘です日焼け止め使う方は、たくさん種類があって選ぶの難しいかと思うんですが、はい、日焼け止めには大きく分けて2種類あります。で必ず表示がありまして SPF という数字と PA という数字の表示があります。何が違うかというと種類が違います。日焼け紫外線から紫外線は2種類あって紫外線 A 波を防ぐのが PA、 紫外線 B 波を防ぐのが SPF の数値です。何が違うかというと日焼けした時に肌が赤くなる人と黒くなる人っていますよ、うんうん、どっちですか？黒ですね。黒くなるだったら、はい、PA の数値が高い方をぜひ選んでください。黒くなるというのは紫外線 A 波によってダメージを受けているので、うん、PA プラスからプラス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 まであるんですけれどもその PA 値が高い方なので4プラスプラスが4つのものを選んでいただくといいと思います。反対に黒くはならないんだけど真っ赤になっちゃうとかっていう方は紫外線 B 波によるダメージが強いので、うん、SPF1 から50プラスまであるんですけれども SPF の数値が高いものを選んでいただけたらいいなと思います。はい、はい、ちょっと参考にしていただいて、うん、知らなかったですね、はい、うん、ということで本日の初めの今時のコーナーでした。はい、では間もなく終わりのお時間がお別れの時間が近づいてまいりました。来月のライブのお知らせをさせていただきます。はい、来月はどうぞ。8月11日の日曜日ですね、12時20分会場、6時じゃないですね、これ1時ですね。うん、わかんないです、すいません、はい、まあ、お昼ですね、お昼の時間に8月11日日曜日に町田ミュージックパークにて入場無料のフリーライブ、はい、野外ライブがございます。町田駅の、JR の方ですね、はい、広場がありますのでそこでお昼の時間ライブをやっております。はい、入場無料で、ゆっくりお話できるかと思いますので、うん、ぜひ町田に集合ということで。そうですね、久々のカサヤンはじめライブ、ね、ライブですね。初めて久しぶりですよね、かなりね。そうね、ですね、2、3ヶ月ぶり。確かに、うん、はい、練習しましょう。そうですね、またちょっとマニアックな曲から昭和歌謡とかを、ね、はい、お送りしようと思ってます。そうですね、オリジナルの曲も交えながら、はい、ね、はい、リクエストなどもいただけたらと思っております。はい、ということで次回は8月11日にお会いしましょう。はい、はい、では、はい、お相手はカサヤンとはじめでした。この後19時からはエクスプレッサーファイヤーです。引き続きドリームキングダムの番組をお楽しみください、はい、バイバーイ。バイバーイ。でこれ自分で止めないといけない動画を止めます。はい、ではまた来月お会いしましょう。さようなら。どれだ、どあ、止めてください。止め方が分かる。手を置くことも。